応援ありがとうございました。ここにいる選手がしっかり戦ってくれて、優勝っていう、目標を達成できました。もう一度みんなに拍手をお願いします。ありがとう。そして皆さんの熱い思いっていうのがやっぱり選手たちに伝わって、選手たちは毎試合 100% で戦い